仙台市と羽生結弦のコラボにファン熱狂。動画メッセージの真相とは、新春早々、仙台市は驚くべき動きを見せました。なんと、仙台市の LINE 公式アカウントが、なんとも魅力的な動画メッセージを配信しました。このメッセージは、なんと、プロフィギュアスケーターでオリンピック金メダリストである羽生結弦くんからのものなのです。彼のスーツ姿に身を包んだ羽生結弦くんが、こんにちは。 資生だより1月号はもう読みいただけましたでしょうかと挨拶し、資生だよりや公式 LINE について熱く語っています。その姿はあまりにも魅力的で、視聴者は彼の言葉よりも彼の姿に夢中になってしまうことを受け合いです。無料で見ることができるこの動画は、仙台市公式 LINE アカウントを開いて、最近の投稿を選択すると一発で見つけることができます。未登録の方も気軽に見ることができるので、 ぜひチェックしてみてください。さて、この出来事から考えると、都市と個人のつながりがどれほど重要かが浮かび上がってきます。仙台市は市民に向けて新春のご挨拶を、なんとプロのスケーターを通じて行うという斬新なアプローチを選びました。これによって、市政の情報がより身近に感じられ、市民参加が促進されるのではないでしょうか。また、SNS 上ではこの動画に対する様々な反応が見られます。 例えば、お友達になった仙台市さんからハブさんの動画のお便り、夢のよう。や、若さま、動画素敵でした。など、市民の喜びと感謝の声が広がっています。この交流が、地域社会の一体感を高め、市政への参加意欲を高めていくことでしょう。しかし、一方で考えるべき課題も浮かび上がります。このような新しいアプローチが本当に市政参加を促進するのか。 それとも単なる一時的な興奮に終わるのか。また、同じ手法を用いて他の地域や組織がどれだけ成功できるのかも気になるところです。この動画メッセージは単なる情報発信以上の意味を持っているように感じられます。市民と都市の関係性やコミュニケーションの新たな形が提示された瞬間です。これが今後の都市運営やコミュニケーション手法にどのような影響を与えるのか、注目が必要です。最後に、 あなたはどう思いますか羽生結弦くんの動画メッセージが地域社会との結びつきを深める一石となるのでしょうかそれとも、これは一時的な興奮に過ぎないと思いますかあなたの意見を聞かせてください。